JTB が今日コロナ明け後初となる年末年始の旅行の動向を発表しました。旅行する人はコロナ前の水準にほぼ回復した一方で、旅行しないと答えた人が8割以上を占めています。 JTB は今日各種経済指標や1万人を対象にしたインターネットアンケートの調査結果などから分析した年末年始の旅行動向を発表しました。それによりますと、この年末年始は2019年のコロナ禍前の調査とほぼ同じ、全体のおよそ2割が旅行に行くと答え、旅行者の推計は国内旅行が2800万人、海外旅行が58万人となりました。一方、旅行に行かないと答えた人は8割を超え、混雑を避けたい心理と物価高の影響が見える結果となりました。道民の年末年始は、実家に帰ろうかなって思ってますね。成人式があるので、そちらに帰って友達とかと過ごそうかなって思ってます。苫小牧に実家があるんで、そっちへ帰って兄と多分過ごすと思います。いいところはいいんでしょうけど、僕らはあんまり良くないんで、遊びにも行きたいですけどね。年末年始は自宅です。孫と年末年始一緒に過ごそうかなと思ってんです。札幌の自分の家で過ごします。人も多いので、どこに行っても自宅でゆっくりテレビを見ながら過ごすのが楽しいっていうか楽です。年末は自宅で、正月から仕事です。休み取れなかったんで、子供たちがやっぱりそれぞれ予定があるので、なかなか揃わない、そういう時ぐらいは過ごそうかなと思ってます。仕事です。接客業です。休みはそうですないですね、はい。道民の旅行動向について JTB は全国的な傾向と似ていると見ています。国内旅行は好調でして、断トツにテーマパークというところにはなるんですけども、ご家族の皆さんが年末年始も多くいらっしゃる傾向にはあります。 2,3 年我慢されてた方がやっぱり今年こそはということで動き出していただいているのかなというふうには思いますけれども、コロナ禍が収まり日常が戻ったものの、家計は厳しい年末、道民にとっても耐え忍ぶ年の瀬になりそうです。 JTB の年末年始の旅行動向によると、国内旅行は2800万人とコロナ前の調査の数字に迫り、そして海外旅行も58万人と年末年始の旅行の動向は回復してきているということです。あきさんは年末年始はどう過ごしますか？私は仕事納めがHBC ラジオのカーナビラジオの紅白歌合戦っていうの、はいはい、それに出ます、うん、今年は どんな格好？内緒なんですか？内緒ですね、はい、見てのお楽しみ。1日年を明けて、HBC ラジオ五丁目ステーション秋飛ぶ、はい、新春生放送、はい、という形で、年末年始は HBC に捧げあら、はい、そしてそれ以外は全部忘年会ですね。全部今年こそ大腕振って忘年会やるよっていう人たちがやっぱり我慢してた分増えていて、20件ぐらいありますね、忘年会。12月だけで、あ、新年会じゃなくてもう年末だけで20件。それ日にち足ります？ダブルヘッダーも。あー、なるほどね、1日2件とかね、はい、8、4、5。ここ数年確かにできなかったんで、もしかしたら久しぶりに宴会する方とか会う方もいるってことですね。いらっしゃいますね、はい、野宮さんはいかがでしょうか？はい、私はこのクリスマスの週末にちょっとお祝い事がございまして、沖縄にちょこっと行ってこようかなと思っております。おめでとうございます。ありがとうございます。2800万人の中にはやっぱりコロナはなかなかあれだったけど、うん、今年は旅先でクリスマスという幸せな方も中にはいらっしゃるかな。そうですよね。私の友人が満を持してこの間ハワイに行ったんですよ。パンケーキが5000円したって言ってて、やっぱ円高はすごいなと思いました。そうなるとやっぱり躊躇しちゃうというご家族も多いですよね。なので
なかなかね、その円高じゃないか、円安か、円安、あ、ごめん、円高じゃない、円安、円安ドル高の状況がなかなか変わらなさそうなので、まあ、JTB の担当者は、先行きが見通せないからこそ旅行は行きたい時が行き時だと話してるんですけど、まあ、確かに待ってるともっとなんか状況がね、どうなるのかってところで躊躇される方も中にはいるかもしれませんけどね、はい。